はい、こんにちは、ルイです。今日は、イロハスでゼリーを作りたいと思います。材料が、イロハスと、桃、なんでも味でいいです。あと、ゼラチンの一袋。まあ、計6カップ。ね。まず、イロハスを、だいたい、まあ、300ぐらいかな。300入れまーす。で、300入れたらレンジで温めます。はい。で、温めたら、まあ本当は10秒10秒ずつ温めた方がいいんですよ。80度にして、ゼラチンを入れるといいんですけど、でもうちに温度計がないので、ゼラチンを入れます。よくかきます。で、そしたら、グラスとかに取れて入れ替えてください。冷やす前に、イロハスってこれだけだと味が薄いので、自分の好みで、砂糖を入れると美味しいです。まあ大体入れちゃうか。ああ。で、混ぜまーす。冷蔵庫に。3時間ぐらい冷やします。はい、こんな感じでーす。ね、涼しいと、まあ冬とかだと、3時間ぐらいで冷蔵庫に入れて、すぐ固まったりできるんですけど、まあ今、夏とかだと、なかなか固まんないので、冷蔵庫に多分6時間ぐらい入れた方がいいのかな。まあ、こっち少なめにしたから結構すぐ3時間ぐらいとかで、まあ、2時間ぐらいかな。それで固まりました。まあ、ぜひよかったら作ってみてください。簡単なので。うん。よかったらチャンネル登録もお願いします。それでは、バイバイ。